初心忘れるべからず、闘道館にやってきました。何をするのかっていうと、実はね、自分ね、実況内で触れてなかったことがあるんですよ。トレーニング、この項目があったんですよ。初見のプレイヤーがやってる方が稀なんですけど、このトレーニングを僕は実況内で一度もしたことないし、なんだったら生放送でもしてないし、なんだったら他の実況者に気づかされたっていう全部知ってますからね私知ってますからね、そりゃちょっと初心忘れるべからずの心を持って、ちょっと今日このトレーニングを全部やってみようと思います。多分そんな面白くないっすおおあおお、これより腹でとどめに刺激のトレーニングを開始する。あ、こんな一枚絵が、師匠にこんな一枚絵がピンクかなトレーニングはバトルしながらバトルの基本を覚えていくぞ、初心忘れるべからず、よろしくお願いします。はい、これをトレーニングさせる、並行するには2つの条件をクリアして、とどめじが放たねばならぬ。はい、全てのターンで有機ゲージが9マス以上あるうちにモンスターに命令をあー、わかるわかる、時間経っていくとどんどん減っていくからね。はい、モンスターの攻撃を合わせてタイミング、有機をため詰めていくことだ。常に3つ以上集めること一度も有機が8マス以下にあったら有機を3つ失敗、見てみてーなオッケーオッケー、あ、そうなんだ。トレーニングはさすがにそうなんだ。こっちのなんかさ、ナイトリッチとかさ、なんか DLC とかキラリカとか使ってチートするの無理なんだ。了解。相手チームの登場だ。え、何が来んの？逆に敵ちょっと何が来るか気になるんだけど。めっちゃ可愛いんだけど。むちゃくちゃ可愛いモンスターたち来たんだけど。面白そうだな。これある意味神聖なバトルになりそう。こっちのチーム何になるんだろうね。強制的だもんね。戦士。うわぁ、あスターティングキットかな。スターティングキットのチームみたいなんでいたんだけど、これ三足のに変えたらもうそのまんまじゃん。いいチームだけどね。さあ、戦士レベル99でトレーニングモードで励みます。よろしくお願いしますなんかさ、俺一つ今予感してることあるんだけどさ、これ敵死ぬんじゃね。さあ、トレーニングモードね、序盤のまあ初心忘れるべからず、ちょっと待って、敵のチームがさ、そのさ、HP が低すぎない？え、とどめの一撃撃つみたいなんだけど、一応条件は。これさ、あ、はい、え、なに、俺やらせてくよ。俺にやらせてよ、ゲーム。今 A を押そうとした時ラベや。はい。知ってる知ってる、分かってる分かってますよ。分かってますって。だって僕何年やってると思うんですか？ 2 年ですよ。3年生です。モンバト2年生ですよ。はい。大丈夫です。任せてください。これさ、大丈夫なの？なんか。敵死ぬぞえ？あ、何？今何？びっくりした。いけ、店長！真空切り、行くぜー！ガンゴイルー！かっこいい！よいしょ！何これ？よー！ちょっと待って待って、何これ何これ？何この戦い？え、何この戦い？あ、こういうのが入るんだ。あ、そうじゃないとさ、だってさ、そうじゃないと死ぬもんね。あ、なるほどね。ちょ、なんだこの戦い。なんだこの泥仕合みたいなの。あ、絶対負けないのか、これなら。ホーントレイン発進せーの。知ってますよ。キープレイなんで。私はだって、目隠しでもこのゲームやってますからね。僕、目隠しで、勇気を4玉とかちゃんと回収してたんですよ、昔。昔の結構な、なんか、武蔵野チャレンジでやったんだよな。目隠しでだって僕4玉とか取ってたんだよ。もうほぼほぼ取れんことないよ。なんだ、お前ら全員、なんか事故をなくしてんのか、ちゃんとこういう風に。面白いな。ちょっと知らなかったわ、これは。結構、なんか、シュールな光景だけどね。全員戸惑いながら抗議してんのは。いけ、店長なんだ、この泥試合は。いけ、格付けいけ、おらま、さすがに敵絶対一律避けないみたいなとこなんのかな。しかしな、泥だな、この試合は。溜まりました。それ溜まるだろう。てか、
普段より溜まりやすい塩だしな、しかもなんだったら3ターンでね、ユーキンはね基本溜めれないんだよ光の玉使わないとあ、なんかギガソード使わないとダメなの？これでいいじゃんとどめるうちに来たらちゃうんじゃないの？ギガソードなんか使うのなんか尺だからちょっとこれにするねちょっと尺なんで僕そんな用意してもらっても、そういうのにね、縛られたくないんで、ちょっと。こっちにします。どうですか？そこまで。うん。そこまでになるんだ。へぇ。なんか変わった。へぇ、なんかちょっと変わった森のボイス初めて聞いた。そこまでとかあるんだ。はい。とどめ一撃はバトルの勝敗決め、最強の攻撃なの。そうだね。あれを耐え切ったりするときが時々あるけどね。まあ勇気をためるのは大事だね、うん、間違いないと思う。さあ次はね、必殺技を発動するのトレーニングを開始する。はい、まあ、必殺技確かにね強いよね。爪の基本的に最終的にねリーサルに使うことが多いんだけど、必殺技ってまあ使いやすいところで言うとね、まとめて動くから。2ターンのバトルを行い、2ターンとも必殺技発動できればトレーニング成功だ。1ターンでも必殺技発動したら失敗になるぞと。はい、でも、どんなチームだ？逆に必殺技出るチームってことだよな。でも必殺技ってそんなポンポン出すもんじゃない？またお前らかよ、さっき。はい。まあ、でも、なんか、守る使い。あら、かわいい。なんでモンマスなのに自分、なんで守る使いに降格されたの？モンスターマスター90、あれ？どういう扱い？見て、モンスターマスター99って今書いてあったべさ。守る使いじゃない、モンスターマスター。不具合ですかね。いやいやいや、海チームか。海チームで勝つ、これマヒャドとメイルストロームだったかな。海チームってなんかね、そういうの打てるんだよ。ちょ、でもな、ちょ、でもさ、必殺技モンスターも、はい。そうだね、特にこのチームに至っては、二つ必殺技とできるね。はい、コミュニティ攻撃。そうっすね。痛みはマヒャドを発動するぞ。マヒャドは氷属する。そうだね。マヒャドとメイルストロームだと思う、このチームは。はい、わかりました。回転ダリアといきます。立ち寄せられます。100スピンとします。いや、違うんだよ、それ。綺麗に全部外しやがった。いきます。私の必殺技をお見せください。マヒャドじゃない方を選んでる。綺麗に。いきます。これがね、メイルストロームです。マヒャドを無視してんだよな。マヒャドとか、うん、そういうマヒャドとか面白くないからね、うん、メイルストーム強いなんで。あ、え、あれ、え、いいの、あれ、いいんですか、え、続行でいいんですか、んあれ、続行ですか、え、続行なんですか、え、なんかさ、マヒャドじゃないからさ、怒られると思ったんだけど俺え、いいんですか。どうやら言ったんだ、メイルストームやつどうしよう。今度こそ攻撃を見つまえようするぞ。嫌ですよ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 。メイルストロームがかっこいいじゃないですか。マヒャドとかもう誰でも使えますよ、そんな呪文。そんな呪文誰でも使えるんで、マヒャドなんて。ゾウマでも、まあ、ミルドラスでも誰でも使えるんで。もうメイルストローム2回でいきますよ。メイルストローム海切りでしか使えない特殊な技なんでね。特殊さを、色鮮やかな感じを見せていきたい。どうなんの、どうなるのこれ。マヒャド絶対発動させたくなかったじゃん。なんか死んでんだけど。なんでなんで。さあ、行きましょう。指示に従い、氷結呪文、マヒャド栄翔。行きます。氷結呪文、マヒャド栄翔。まあ、マヒャドは結構いろんなやつに出るんですけどね。本当に氷系であれば誰でも出るからね。次メールストロームしろってことね。もうさっき意味わかんない。もうシュールだったもん、どう見ても。はい、じゃあ次メールストローム出して終わらせようね。俺絶対メールストロームがかっこいいと思うわ。海系のモンスターって少ないし、あんま強いのいないからな。だから貴重なんだ。うん。これするだけで勝てたのか。必殺技発動で初成功したぞ。もうしたよ。したじゃん、さっきも。必殺技ばかり使ってもバトルには勝てない。そうだよ。結構
とね、モンバット始めたばかりの実況者の人ってなんか必殺技連打してて勇気もあんまたまんないとかさ、ダメージ与えらんないとかいう状況にも陥りがちだからね、基本的に必殺技はリーサルで使うのを考えた方がいいんじゃないかなって思います。はい、まあ簡単なところだと、本当は状態異常とか止める状態異常とかがあった場合、ワンチャンを狙いに行くために途中で使うとかは普通にありますね。これよりスペシャルカードだと、スペシャルカードなんてもうプラスボタン押してポイポイじゃないですか。スペシャルカードなんてもうプラスボタン押してちょいちょいちょいでやるだけじゃないですか。何ですかこれ。2ターン目の、2ターンのバトルを行い、指示通りにスペシャルカードを使えば、2ターンのバトルって言ってもさ、1回しか使えないんじゃないのスペシャルカードは。間違えちゃうよこれ。認識間違えられるよ。いや、認識間違えるけど大丈夫師匠。あれパーティーがちょっと変わってる。なんかパーティーちょっと変わった。夜のテーブルとアングルホーンになってる。あら、ちょっとオシャンティーな。こっちのチーム何になるの？ちょっと逆に気になるわ。どういうチームなの？戦士で、はい。あら、人食いサーベルさんどうしたんですかこんなところで。人食いサーベルか。装備変わんねえな、おい。戦士レベル99で人食いサーベルとスライムか。チーム的には確かに強えんだけどさ。へえ、なんかちょこちょここういうの入るの面白いな。なんかすげえメルビン出てきそうなんだけど。さあ、スペシャルカードを使えとのことですけど、てか対人か、つばぜれはしないと。師匠って書いてある。師匠ってつけとる。あいつ自分のプレイヤーネーム。逆にどういうバトルになるのこれ。もう負けないとは思うけど、どういうバトルになるのか逆に気になるわ。はい。スペシャルカードの使い方、いや、だって、まずは使うのいいですけど。はい。プラスボタンがマイナスボタンを押すのだ。うん、そうだね。うん。相手のチームは状態上に弱いぞ。状態上に弱いぞっていうのはちょっと語弊があると思うよ。その解説はね、初心者をね、初心者がね、困ると思う。それは絶対状態上に弱いさ、みんな。特定のって言ってください、ちゃんと。モンスターには個別に強い弱いがあるんです、基本的に。ないやつもいますけど。言い方なんとかならないんですか？誘惑の状態上に、はい、OK、はい。ちょっとスペシャルカード全部じゃねえかよ。スペシャルカード全部あるわ、見て、スペシャルカード全部あるんだけど。はい。スペシャルカードなんでその全部出してんだよ。全部出しかよ。焦らず探すなだって。すげえ全部出しさせられた。まあ、これは全部聞くだろうな、そりゃ。てか、誘惑の踊りは確かに弱いな。うん、アンクルホンと夜の帝王は特に。うん。さあ、ここからどういう戦いになるんだ？あ、ダメージはさっきと同じ感じか。単純にスペシャルカードを使うってことね。ここ正しくいきましょう。はい。基本的に1バトルにしか1回使えないが、チャレンジバトルはペア戦もピッチ、このチャレンジバトルはペア戦って言ったら分からへんくなって、初心者には分からんくなるから。その言い方はまずいと思うわ。うん。はい。今回特別にもう一回トレーニングコーナーとしよう。相手は物理攻撃が得意なチームだ。え？スペシャルカード2本立ちをスキャンする。え？オッケー。物理攻撃を防げばいいんですよ。この話を聞いてると、打撃攻撃を防げばいいんですよね。わかりました。大防御です。じゃあ。わかりました。大防御です。じゃあ。おー、なに？大防御でいいじゃん。仁王立ちじゃなくても一緒です。相互互換ですよ。はい、仁王立ち。じゃあ仁王立ち使いますよ。まあそれ、まあこのチャンネルではね、有名なライオンが出てきます。いきます、いくぞ。大防御でもう一緒ですよ。時々このゲームって総合互換みたいなカードあるんで、別にそこまでこだわらなくていいんですよ。あと2回使わせんのが良くないと思うけどな、俺。絶対2回使わせればミステイクだって、1回でいいって絶対。絶対初心者誤解無じゃん。あと別にこれさ、このチーム見てて思ったけどさ、そんな物理攻撃得意じゃねえな。本当に特技だしな、そもそも。うん。全然仁王立ち意味ないけど、さっきから。なんかさっきから仁王立ち全然意味ないけど。仁王立ちしたくせにさ、全然アンクルホーン攻撃性がクロスインがそもそも外れているわでさ。
全然物理攻撃してないよ君たち唯一主人公はどっちも物理かな。ライアン、ライアン一回も発動してませんけど